あるところにちょっと欲張りなお猫さんがありました。ある朝新聞を見ますと、写真屋さんの広告が出ていました。写真屋さんを始めます。今日写しにいらっしゃった方の中で一番よく写った方のは新聞に載せて、ご褒美に1円50銭差し上げます。お猫さんは鏡を見ました。そして体中の毛をこすってピカピカに光らしました。そしてお隣のアヒルさんのところへ行きました。アヒルさん、こんにちは。すみませんけどリボンを貸してくださいな、と言いました。アヒルさんはリボンを貸してくれて、お猫さん、どうかなくさないでね、と言いました。お猫さんはそれを頭のてっぺんに結んで写真屋さんへ出かけました。歩いているうちに、早く行かないとお客さんがいっぱい詰めかけてきて写してもらえないかもわからないと思うと、胸がドキドキして歩いていられません。と言って、猫の町には円卓はなし、仕方がないので大急ぎで駆け出しました。写真屋さんへ来ました。お猫さんはもう一度鏡の前で体をこすり直しました。そして頭を見ましたら、リボンがありません。あんまり走ったので落としてしまったのです。さあ写りますよ、笑ってください、と写真屋さんの犬さんが言いましたけれども、リボンのことを考えると笑いどころではありません。今にも泣きそうな顔をしました。写真を写してしまうと、お猫さんはとぼとぼとお家へ帰ってきて鏡を見ました。涙がほっぺたを流れて、顔中の毛がぐしゃぐしゃになっていました。これじゃあ一等どころかビリッコだと思うと、またもや涙が流れて出ました。アヒルさんのリボンを買って返すにもお金はなしと思うと、またもや涙が流れ出ました。ところが来る日、恐る恐る新聞を見ますと、泣いているお猫さん一等と大きな活字で書いてありました。お猫さんは飛び上がるほど喜びました。そして写真屋さんへ行って1円50銭もらいました。お猫さんはそれを大切にお財布に入れて、アヒルさんのところへ行きました。行きながら、リボン代をこのお金で払うことにしよう、まあせいぜい50銭ぐらいなものだから1円は残ると思いました。お猫さんはアヒルさんに言いました。どうかリボンの値段を言ってください、遠慮なく本当のところを、と言いました。アヒルさんは言いました、本当のところを。本当のところはあれは1円50銭なんですの。お猫さんはぼんやりしてしまいました。けれども仕方ありません、1円50銭アヒルさんに払いました。お猫さんのお財布の中にはいくら残っていますか？皆さん、計算してください。